俺やってる時間ねえかなと思って、一応これやっとけば、いつでもできるんで、5歳クリアすれば、70から100までは、99までは。まあ、マルチやります。早い方で。さすがにソロは頭痛いんで。なんか操作が変わったらしいんですよね。噂だと。2、3週間触ってないでね、操作変わるんだと思って。俺はあれでもよかったけど違うんだと思って。それが驚いてます。いってらっしゃい。操作が結構、でもモバイルもね、フレンドさんとかでやりたい方いるみたいだから、モバイルの方もちょっと、モバイルとか決めないとなとは思いながら、まあ、ちょっとあっちの方もなんか、風船貯めて、シャード貯めて、早くサバイバー買いたいなと思って。違う、これソロ用だわ。マルチでやります。ちょっと、これソロだったわ。ソロ後からマルチで呼べることできんのかな、これ。ソロじゃなかった、これ。うわぁ。後から呼ぶこと。あ、これだってちょっと軽く寝ます。やっぱり休まないとダメですよね。これやっては休もうかなと。一応マルチだからそんなに、やっても3回以内に終わるとは思いますんで、まあ無理しない程度に。勝てないから、なんか逆に燃えてやってしまったけど、やっぱ勝てないです。い、僕もモバイルちょっとやろうかなと思ってますよ。少しでもちょっと時間入れて。ドバイも早くやりたいけど、8時間やっても、チャート溜まるスピードがそんなに増えるわけじゃないし。まあゆっくりでいいんじゃないですか、その辺は。焦らずに。焦って長時間やったからといっていい結果を生んでるわけじゃないんで、僕も。
やっぱり、すげえなーっていう感じで悲しんでますけど。なんだこれ、飛ぶのがよ。最初に来たからどんな感じだったっけ、忘れたわ。あぶねダメだな。
よし。小柄な人の回復するのは大変。普通の音だけなら楽なんだけど、これ自分の楽にゃんだもんな、この程度で。到着。よし。
この回復もしなきゃいけないからな。使うわ、ほんと。はい、頑張りまーす。誰だわ。あのね、味方を回復し続けてんのが疲れた。一人亡くなってからちょっと回復入れ続けてたから。正直一人でやってる方が簡単じゃねえかっていうぐらい。人の回復が辛い。この敵自体はまた慣れていけばまたあれだと思うけど。一番上の人、ケロがと思ったわ、もう本当に。だいたいダメージ食らって2、3割ぐらいになるし。ケロかなと思ったけど、まあ、いいやと思って、ほっといてたけど。くらい。ちょっと大変だなと思って。回復するのは大変。敵の動き見ながら自分も攻撃しながら、その体力メーター見なきゃいけないから、俺もダメージ食らったりするときも見なきゃいけないし、結構大変。こっちに気を使った。
自分が死なないのに人が死ぬからさ、いきなり。驚くもん。何考えてんだろうと思いながら。救助に入ってきて亡くなられてもなぁと思いながら。で、そっからちょっと、回復をちょっと多めにか、ちょっと意識をちょっと多めに入れて。これは4までしかないの。あるんだ。まあ、いつでもお立ち寄りくださいね。あの人